出たよ、地獄のやつ。魔王戦で開始の結局をさ、3回使用しろとかいうね、ゴミみてえな。しかもスペシャルカード使用禁止っていうさ、もう魔王戦でこんなん通行できるの使うもんじゃないって。これ初期の時も同じこと言ってんだよな、スペシャル。さあ、当てるしかないですね、これは。はい、失敗。はい、あいけー、あー待って待って待って、避けるしかない、避けろ避けろ、おみんな何か避けろ避けろ避けろ、いやもうやるしかないですわ。今回はね、初見の時と多分違うと思う。いや一緒か。全部通行抜き、もう全部通行抜き、もう子供が組んだようなパーティーやめて。さあというわけでですね、会心の一撃を3回以上出してから敵の HP をゼロにするということで、狙うことはね、すべて分かったと思いますけど、全部 A ボタンです。そう、あのね、初見の時に言ってたと思うんですけど、実はね、この技構成、全部会心の一撃構成っていうのは、実は、筐体版では取れなかったんですよ。なんでかって言いますと、魔人斬りを3つ系選ぶと、基本的には、ペナルティ必殺技の魔人ノーノっていう必殺技になっちゃうんですよね。なので、なので、基本的には1体散らすしかなかったんですけど、この DLC のモンスターたちっていうのは、必殺技判定がないんですよ。だから、ドルマドルマドルマでも、ドルモはならないんですよ。DLC 軍団の。DLC の特権です。はい。というわけでね、魔人ノーノにならないんで、開始の劇3回、チャンスが増えます。超絶やるじゃん、これはやってる。魔人ノーノ、魔人斬り行くぜ、それあ、よいしょ、あ、もう、嘘、会心3連打じゃん。あれ会心3連打早くも。これ波来てるな。波来てますね。とりあえず、つばぜで勝っておこうか。とりあえず、つばぜで勝っておこう。わあ、赤まで行ったよ、2ターン目で。すごい !4、3、2。わあ、勝てる勝てる勝てる。絶対勝てる。これ勝って、あとはもうね、適当に耐久して勝ちですよ。行きましょう。なんだと！すげえな、ボストロール外したんだら勝ってたのか。ボストロール外さなかったら勝ってたじゃねえか。何してんだよマジで、マジでボストロール何してんだよ。お前マジですごいな。お前マジですごい。お前だけはさ、ちゃんと決めるんだよな。おい、あーいって、オッケー、あと1回よ。あと会心1回出すだけ OK やから、あんまり意識しなくても大丈夫、これなら。やるねー、さあ、と、まさかの珍しい混乱が発生、魔人斬り、そこに魔人斬りをぶち込むスタイルね。混乱している混乱するって珍しいな、バルボロスよ。バルボロス混乱は珍しい、マジで珍しいな。マジで珍しい光景見たわ、混乱したよあいつ。さあ通行撃、ここでね、ワンチャン血力も狙いたいよ。素晴らしい。いいよ、ワンチャン血力狙える、これなら。で、これ、なんだったら、これ、決まったらもしかしたら勇気たまるかもね。うわ、やる、本当にトロンキング、あ、たまんねえか。まあ、しゃあない。とどめ、つばぜりします。で、これ、つばぜりして、最悪負けても削り切りいけるかもしれん。で、さっきなんで負けたんだ、俺。ちょ、もう一回見せてみろ。いや、見せなくていいわ。さあ、バルボラス、もう一回同じことしたら、おう、いや、ワンちゃんこっちの方が負けんじゃね、よっしゃ、オッケー、はい、勝ち、もう勝ちだわ、もう勝ちだわ、ごめん、もう勝ちだわ。これが普通なんですよね、うん、これが普通な、バラボラス違うんだよ、とはいえ違うのです、これが普通なのです。構えでも言ってたじゃん。まさか、ボストロール嘘だお前、ちょっと待って。なんでお前それを先にやらなかったの。ねえ、マジでなんでそれを先にできなかったのお前。マジでちょっと待って、それは違うじゃん。いや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 、もう勝ちだったじゃん。これは、魔人装備3種で、ゾーマを倒すやつなんですよ。ただ、こっちのモンスターが、
あんまり使えるモンスターじゃなくて、かつ呪い装備なんですよね。ごめん。今、カツサンド食ってたわ。はい。というわけで、敵はゾーマです。ゾーマって、皆さんちょっと勘違いしてると思うんですけど、白目の中で強いブルですよ、こいつ。めちゃくちゃ強いブルですよ。次のチームなんですけど、固定で、バトルマスターのように呪う三神器かつ魔神ノーノなんですよ。で、モンスターはダクランとメタキンなんですよ。まあ、相性としてはよ悪くないんだけど、まあ、厳しいっすよね。呪い装備が動けるかどうかもだいぶかかってきてるんで、それなんだよなぁ、ほんとに。ここなんか初見の時にさ、同じように苦戦した覚えあるわ。さあ、この魔神装備とね、スライム2体を引っ提げて、ゾーマに挑みたいと思います。よろしくお願いします。一応スペシャルカードも使えるし、つばぜもできるんで、まあそのあたりをうまく使って、勝ちに導いていく感じなんだよね。こういう決められたモンスターでこうやってやるの方がね、実は大変なんですよね。個人的には。やっぱ自分でチーム組んでやりたいもん。あんま制限されすぎるのはきついわ。後半制限されすぎてるからね。さあ、SP カード何使うか大事だしね。まあ、とりあえずつばぜで勝つのは絶対条件ですね。キングオブプレス。はい、オッケー。とりあえず、ゾーマに対して打点は取れてるんで、ダークランサーもメタルキングも。ああ、はい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 。ダークランサーが燃えます。ダークランサーと主人公燃えます。まあ、ダークランくんは呪文耐性あるから大丈夫かな、とりあえず。とりあえず大丈夫な方かな。にゃん、ダークランくん燃えたね。やっぱダークランサー燃える。そしてこいつはやっぱ呪われる。さっきの魔神の王の一刀流だけじゃないからさ。辛すぎるんだよな。疾走雷ズキ、行くぜ。待って、あ、急変身、疾走雷ズキ。打点は出るんだよ。打点は出てんだけど、二人、実質二人なんだもん、戦ってんのが。実質このゲームは、二体で、ゾーマの HP をとどめきれないまま削るということと同じです。正直言いますと。実質この戦いは二体で、とどめきれないまま持ってくだけなんですよ。なんで、この二体が外したらもう一気に負けます。だから、スペシャルカードも吟味して、それで勝っていくかって感じでね。マヒアド、もう、すべてにおいて、1ターン目、2ターン目とも外れコード引いてるわ。もう、貯めるしてこいよ。最悪押し切られちゃうからね、これ。まあ、ダクラン君、ここは大丈夫。あ、え、あ、え、あ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 、何嘘でしょおっと、はーいまさかの、動いた動いたぞ行くぜ、超マジまあ、一回当てただけでもバンバンザイですよ、正直。一回当てただけでもバンバンザイ見たらボンですね、これは。で、こう、つばぜで勝っておかないと、とどめつけきで勝てないんで、まあ、ここはね、純粋に勝っていきます。今日、つばぜ調子いいんだけどね。連打は、ともかく。ごめんごめん、負けるわいや、それでも勝ってきた。このゲージで、様々な強敵と戦って、そして、勝ってきたな、俺ならいけるよ大丈夫、いけるいけるいける。お、あれなんか調子いいね、今日。今日君ちょっと調子いいじゃない。あーい、オッケー調子いいな。なんか調子いいね、君今日。まさかの超魔神斬りが発動する。なんと2回勝ちいやー、これはこの回はあるよ。この回はあるな。すいません、レア次第だけど。うん。はい、それでもマックス出していくんだよなー。はい、勝った。これは勝ったぞ。これは勝った、もらったー。よっしゃー、これはいける、もらったわ。2秒式でもらったぞ、マックスな。やっぱ2秒式よ。いや別に勝ってんだけど、削り切られてんだよ、他は。で、次のターンは、凍てつカードの可能性があるんですけど、まあ、その時はその時で考えます。SP ちょっとまだ待ちます。ちょっと待ってました。凍てつカードはラッキー。まあ、最悪5ターン目は凍てつカード使わないからね、こいつ。5ターン目の白目は使わない。なんで、5ターン目の攻撃普通に耐えるだけなんで、悠長に構えていきましょう。この2体で頑張ればいいだけだから。あと、ダクラン君とメタキンがやればいいから。はい。なんで、そこはね、悠長に行っていいと思うよ。おい、いけ、OK、OK、OK。で、キングオブプレスでどんだけ打点出る ?280 でしょ
はい。うん、まあ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 。あ、大切だ。ああ、貯めときゃよかったな、じゃあ。まさか動くと思わなかったもん、俺も。まあ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 、完全に今のは間違えたと言わざるを得ないんですけど。俺1年やってんだよ、このゲームね。1年やってるゲームで勇気調整すら間違えてるんだけど。なんだったらさっきのトロメキ3340出るわ、と思って。大丈夫、どうせね、どうせですよ。どうせ5ターン目は、凍てつく波動を使わないし、攻撃呪文を今まで耐えてるし、大丈夫です。これで負けたら、もう、エンドロール流すわ。ああいいよ、そんなのしなくて。いや、大丈夫、余裕。あ、ジオスパック一番余裕だわ。なんだったら。もう一番余裕。ほらね。はい、勝った。よかった。長かったぜ。主力時間気づけば1時間ぐらい。勝ったのとも1時間生きてきなのが。いや、このとどめの時期だったら3350持ってたんで、さっきの時に11チャージで勝ちでしたわ。いやー、カツサンド共に生きてきた。今日カツサンドしてすげーな。あと残るもイミッション2つだー。